皆さんこんにちは。本日もご視聴ありがとうございます。今回は三重県津市から伊賀市にまたがっている青山高原と伊賀市にある黙々ファームに行った様子をお伝えしたいと思います。で、なんでね、いきなり私の分身が出てきたかと言いますと、今回の動画ちょっとナレーションを多めに使いました。というのは人が多くてですね、なかなか喋りながら動画を撮るということができなかったんですね。ということですので、ちょっと音声に違和感がもしかしたらあるかもしれませんけれども、温かい目でご覧いただきたいなと思います。ではご覧ください。はい、まず青山高原の入り口になるんですかね、ふるさと公園というところにやってきました。室赤目青山国定公園っていうんですかね、正式名称は。それで今いる場所が第一駐車場ですね。三角点と呼ばれるところですね。こっから第二駐車場、第三駐車場、第四駐車場、集いの広場、第六駐車場につながっているようですね。ではすぐ先に景色がいいところがありますのでご覧いただきたいと思います。ちょっとね、お待ちください。ちょっとね、人がいるんでね、ここスタッフ伏せてます。どうですかね、これ綺麗ですね。雲一つなかったんですけれども、ちょっとね、お客さんもね、もうこの日まだ緊急事態宣言前だったんですけれども、だいぶいましたね。ご覧ください。少し高い丘があるところに来ました。風車っていうか風力発電ですね。ここが多分この駐車場で一番近いところですね。結構な数ありますよね。こちらの景色もだいぶ綺麗ですね。続いて第二駐車場にやってきました。先ほどよりも近づきまして、だいぶダイナミックに見えてきましたね。相変わらず空青いですね。ここ広場になってますから、まあお子様とバドミントンですとか何かスポーツやるのもいいかもしれませんね。第3、第4駐車場を通過しまして、第5駐車場までやってきました。駐車場間の距離は結構近いので、あんまりスピードを出したりするともうすぐに通過してしまいますのでご注意ください。もうあれ以上間近で見れるとこないかなと思ったんですけど、もう真下まで行けます。音も聞こえますか、風力発電のビュービュー言ってる音が聞こえますかね。青山高原道路ドライブ
ツーリングにも最適です。あ、1個止まっとる空青いですね今日は。もう駐車場も所々あって、もう車と一緒に撮影されている方も多かったです。バイクもね結構多く撮ってましたね。路駐してるバイクもいましたので注意が必要です。自然歩道があるんですね。地図があります。現在地こちらですね。ここにはエコトイレというものがありました。水洗ですけど、まあ、簡易トイレと一緒だと思いま す, です、ね、遊歩道行かれる方は帰りに榊原温泉に行けるんですかね。近鉄の榊原温泉口行けるみたいですね。ここには旧スケ施設もあります。榊原風の館ですかね。防犯カメラもあります。さっき言っていたトイレがあちらです。青いところは手洗い用の建屋ですね、まあ、ここまで来れば最悪何ですか、 逆から来た方はちょっと早めにここでされたトイレ行きたい方はされた方がいいと思います。で、第一駐車場の方から来た方はここがトイレ行けるのかなと思います。それではもう一度、風車ですかね、風力発電をご覧いただきましょう。多分ここが最後の風力発電が見えるところだと思うので、これから伊賀のもくもくファームに向かっていきたいと思います。